無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。三越柴弘殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画は、その父親江原明弘が息子の仇を討ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半、自宅を出た三越柴を車で拉致し、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分三越柴が江原に殺害されてた時も、カメラには映ってませんが、近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラには、もう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後、午前9時6分間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、三越柴殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには、痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越柴殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに三越柴を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが、清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越柴の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。三越柴の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く、同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越柴を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し、教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため、自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。沢先生はいい教師です。熱意があって、生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては三越柴弘も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮由衣の名前をぶつけて、直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あの、ちょっといいですか？黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。
校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。沢先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本満。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。ふーん、それって今回の事件と何かつながってくるか？どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの？ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的に満君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮ゆいも居合わせてたんだ。そして満君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。うん、そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まず明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずがえらいことになってきたな。しばらく寝とけっての。誰だ？
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとうございます。いい加減にしろよ。忍ぶでござる。怪しいなあ。なあ。まったく。おう。
はあ。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきた。ごちそうさま。ありがとうございます。しばらく寝とくっての。時間食っちゃったよ。それって。
ああ。ん？へえ。はい。八神です。いえ。あの。それって…はあ、はあ、マジで。はい。え？なるほど。
はあ。では参る。勝たせてもらうよ。外したか。お、決める。敵は虫の息だな。外したか。しまった。決める。よし。あんなやつ。Straight!
でも来な。だがなあ、あの、はあ、まったく。え？まったく。はあ、ライアン流忍法。
いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきた。ごちそうさま。ありがとうございます。あれ、いやあ、のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ。沢先生に会いに行よう。海藤さんは学校に入れないでしょう。先生に会えんのは俺だけだよ。わかってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろ。状況わかってる。海藤さん、沢先生も三越場殺しに一枚噛んでるかもしんないんだ。お前こそ分かってねえな。あの人はそんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね。海藤さんはいい店ばっかだぜ。あんだけ数あると1日 4,5 軒は行かねえと。何、どうしたの。見てみろ、阿久津だ。カムロ町の半グレがなんでこっちに。よう、阿久津、なんでお前がここにいんだ。おい、俺らこっちだって。海藤だ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ。わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある。いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこで会うね。あれも RK の奴らかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああ、カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。ま、奴らが何してようがわざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。
ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。矢上さん、どうも。今少しいいですか、先生。あの、三越場くんの動画を見ました。わかります。例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越場くんを殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り、江原さんは自分の手で三越場を殺したんだと思います。ただそうなると、同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え、先生は江原さんに痴漢された被害者のこと知りませんか。名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。間宮ゆいの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ゆいです。え、
鈴木ゆい？そんな、じゃあ江原さんはゆいに痴漢したということですか？彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした？そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった？だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです？間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、でもなんでです？なんでゆいが江原さんと？今俺の知る限り、江原さんと間宮ゆい両方に面識があったのは先生だけです。矢上さんは私が二人を取り持ったと？先生は間宮ゆいとどういう仲だったんです？友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです？高校の同窓会なんかは？大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない？そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というかもう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは？そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか？間宮ゆいは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです？ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越場殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。
あ、沙織さん、八神だけど。ええ、沢先生と話せましたか。ああ、やっぱり彼女と間宮ゆいは13年前同じクラスにいた。同級生のいじめ自殺があった時も。なるほど。その件ですが、星野君の方でもネットで新発見がありました。ん？そのいじめ加害者は河合真也という子で、13年前ミスル君が校舎を飛び降りた後、逃げるように転校しています。そして大人になるとこちらの神室町で働いていたようなんです。へえ、そんなことまでネットで分かっちゃうの。ええ、おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことを武勇伝のように話してたそうです。神室町でなら笑い話にでもなると思ったんでしょうか。かもね。組にこそ入らなかったものの、河合はほとんどヤクザみたいな人物のようで。今画像を送りました。5年前に撮られたものです。あ、こいつ知ってる顔ですか。この間 RK のチンピラたちが探し回ってた。ガールズバーのマネージャーだって。ええ、確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合真也だったのか。でもなんで今になって RK が探すんだ。彼らはその河合を見つけたんですか。いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしいって。何年か前に神室町から姿消してそれっきりなんだ。殺された。ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越葉と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう、神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで街の情報もまだホットなはずですから。沙織さん、どうでした。岩上さんはなんて。ついこの間 RK の人たちが河合真也を探し回ってたそうです、神室町で。え、そして出された結論が、河合はもう殺されたのだろうと。おい、随分物騒な話だな。確かに最近やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が河合を。まさかうちの事件とつながってくるんですかね。RK についてはつながりがよく分かりません。星野君は引き続きネットで河合のことを調べてく。八神さんに頼ってばかりじゃいられませんから、少しは私も足を動かさないと。沙織さん、もしかして RK の連中に聞き込む気ですか。ええ、彼らがなぜ河合真也を探してたか気になります。なら僕も行きますよ。一人じゃ心配です。大丈夫、まだ明るいし人目のあるところでやりますから。それに私一人の方が相手も口が軽くなるでしょう。確かにそうかもしれませんけど。あ、じゃあ10分に1回安全確認の電話を入れます。いえ、それも遠慮してもらいます。へえ。一人で街に出るのか。沙織君、くれぐれも気をつけてな。
ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。嬉しいね、来てくれて。お邪魔します。こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの？ええ。そう、じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうね。なんだいマリネ、それじゃ俺がお邪魔みたいになるじゃないの。ああ、マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。何飲むか迷ってんでしょ。いいよ、内緒でターボーが入れてるボトル飲んじゃいな。あいつ最近ツケが溜まってるし。ありがとうございます。そういうわけで RK の人たちと会えないかマスターに聞いてみようと思ってきたんです。あちゃー、やっぱり仕事の用事だったか。でも沙織ちゃん、おいしそうにお酒飲んでくれるよね。ほんと、なんだかかっこいい。そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネーと美人が二人並んでるとなんかこう、年がいもなくウキウキしてくるね。あら、ほんとだ。今日マスター、いつもより12ヶ月は若く見える。それじゃいつもと変わんないじゃないの。だってマスターがそれ以上若くなったらかっこよすぎちゃうじゃない。ああ、本当ですね。いやー、しかし RK に会いたいと来たか。実はそこら中にいることはいるんだけどさ、彼らも仇からRK ですかと聞かれて、はい、そうですとは言わないんだ。そうね。しかも沙織ちゃん、彼らから結構ディープな話を聞かなきゃいけないみたいだし、そうなるとちょっとだけ難しいかも。ちょっとだけですか。沙織ちゃんほどの美人が街を歩けば RK から近づいてくるよ。ただその格好だと硬すぎちゃうから、少し隙のある服とかメイクにするといいかな。なるほど、そりゃあいい考えだ。隙のある服とメイク。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったらカムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。それで前から興味があったの。ノーアルタカは爪を隠すだね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか、これからすぐに。まあ他の手もなくはないだろうけど、 RK には効きそうな作戦だ。よかったら私が見繕ってあげるから、沙織ちゃんはその中から気に入った服とかを選んだらいいわよ。わかりました。じゃあお言葉に甘えてお手数ですがお願いします。 OK、 任せといて。
るほど、これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの、本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。まだ何か足りないみたいね。え？最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。でも私、そういうのは。じゃあ弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ。弁護士としての。オッケー、バッチリ。ほら、見てみて。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか、そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。あの、いやちょっとごめん、お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？女二人寂しく飲み歩いてるとこねえ。ねえ。だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ、いくらでも飲ませてあげるよ。うわすごい、羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。今カムロ町で流行ってると思うんだけど、 RK って知ってる？ああ、RK ね。もちろん知ってるけど。何？興味あんの？だって今一番イケてて一緒にいて楽しいのは RK の人たちだって聞いてきたからさ。それにあそこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ？沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだったのかも。それってどういうこと？まさか、もしかしてあなたたちって？まあ大きな声じゃ言わねえけど、 RK の中でもちょっと知られてるもんでね。俺ら少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。
俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。カムロ町って今みんな RK が仕切ってるんでしょ。まあね、ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。もう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。壮絶な世界、かっこいい。そういえばこの間 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、何年か前に姿を消したとかっていう。ああ、あれね。あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。さすが、お兄さんたちは情報通なのね。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。何それ、面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは可愛いって男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。それがある晩、昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。以来やつは姿を消したままだ。それってつまりどういうこと？どっかよそで殺されたんだ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいからな。ってことは今頃海の底か山ん中にでも埋められたんだろうってことになった。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの？さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は仇の若いやつらで、女も混じってたんだと。でももう5年も前のことだからな。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は？カムロ町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。その間に何百軒も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。そいつはもうちょい上に聞かなきゃわかんないんだけどさ。それよりちょっと待った、こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん可愛いシーンやって言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの？俺ら言わなかったはずだけど。なんだと？もしかして最初から可愛いのことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何者？何をするんです？その手を離して。誰なんだお前？通りすがりの RK ファンです。全然怪しいものじゃないんだから、やめてよ。え、そうだな、全然怪しくない。バカ、気を確かに持て。めちゃめちゃ怪しいよ。くそ、色仕掛けが通用する俺じゃねえぞ。誰なんだお前？お前らに名乗る名はない。この手を離せ。この私に暴力や脅しは通じない。なんだ、急に本性出してきたじゃねえか。ならこの手はなんだ？震えてるじゃねえか。むしゃぶるいってやつだよ。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、
ざけんじゃねえぞ、姉ちゃん。沙織ちゃん。あれ。目障りだぞ、チンピラ。東さん。てめえ。たく。たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あの。礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に美人。ありがとうございます、東さん。だから礼なんて。え？なんで俺の名前を。白崎です。源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ！いや、これは気がつきませんで、白崎先生。しかし、すげえっすね。見違えましたよ。ありがとうございました、東さん。私はともかく、マリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい。私タイプかも。さっきのやつらは RK ですね。最近街中で調子づいてるんですよ。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや何、俺も最近は暇してるもんだ。あら、そうなんですか。ちょうどいいですね。暇な者同士、今夜は楽しく過ごしません？あ、じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。八神の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません。おかしいですね。もう一度かけてみます。殺された。ああ、でもこうしてみると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう、カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。天沢。ええ。ん？それって。ですが。え？
ええ、なるほど。それって察するに、あの、沢先生にご用ですか？ええ、職員会議ってもう終わってますよね？ついさっき終わったところです。ただ沢先生は途中で帰られたんですよ、もう1時間くらい前に。え？何でもご自宅のマンションから空き巣に入られたって急な電話がかかってきて。空き巣？それで八神さんがもし来たらそう伝言してくださいって沢先生から。そうですか。あの、
沢先生の連絡先とか教えていただけないですか？いえ、それはちょっと。あ、じゃあ私の電話からかけてみます。ちょっと待ってください。出ませんね。今はお取り込み中かも。もう家に着いたってことですかね。そうですね、歩いて行ける距離ですから。沢先生の家がですか？じゃあ偉人町に？ええ、まあ細かくどことはお教えできないですけど。なるほど、プライベートなことですしね。わかりました、ありがとうございます。さん、どうしたんです？また何か？あの、沢先生の住所って教えてもらえません？は？少し前、彼女の部屋に空き巣が入ったって連絡があったらしいんです。で、さっき別の先生に電話してもらったんですけど、繋がんなくて。それで、八神さんがわざわざ様子を見に行くというわけですか？沢先生の自宅に。ここから歩いて行ける距離なんですよね。そうだったかもしれませんけど、若い女性の一人暮らしです。その住所をこっそり教えるというのはどうでしょう？俺らは探偵です。少し時間をかければ多分こっちでも調べられますよ。ただそれだと今後お互い気持ちよくないでしょう。明日ご本人から直接住所を聞くというわけにはいかないんですか？理事長も三越芝博の殺人動画のことは知ってますよね。ええ、当たり前じゃないですか。でも警察に聞いたら、あれは捏造動画である可能性が高いって。俺が聞く限りではまだ捏造された痕跡は見つかってません。でもしあの動画が本物だとするとですよ、江原は意図的に自分の殺人動画を流出させといて、それを見た捜査当局に捏造の可能性が高いとまで言わせてるんです。警察がそう言わざるを得ない状況を作り上げてた。そして彼がそこまでやった動機は、4年前に起きた息子のいじめ自殺にあります。いや、待ってください。それでは我が校にいじめがあったという前提になってしまいます。江原君へのいじめは裁判でもなかったと判断されてるんですから。実は
沢先生は敏郎君が自殺する前、当時の担任教師にいじめがあると報告してたんです。え？なのにその後の裁判では証拠立てられず、いじめがなかったと証言させられてしまいました。それは江原にしてみればきっと許せない行為です。そんな状況があった上で三越芝は殺され、今沢先生は空き巣に入られたと言ったっきり連絡がつかない。何が言いたいんですか？それじゃまるで今度は彼女が狙われるみたいじゃないですか。俺は先生の様子を見ておきたいだけです。本当にただの空き巣だったんならそこで帰ります。理事長が沢先生の住所を教えてくれたとは誰にも漏らしません。もう仕方ない、わかりましたよ。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。
ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。いただきます。こうごちそうさま。ありがとう。時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。ったく時間食っちゃったよ。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。クアナ、なんであんたがここに？入れ食いだ。やっぱり餌がいいと食いつきが違うな。始めるぞ、阿久津。